朝ごはんで食べます？あんま食べないです。ですよ、はい、見た目的になんかそんな鮮やかじゃないからなんか何が魅力的なんだろうみたいな。確かに、うん、おいしい。全然なんかハンバーガーとかよりもこれが美味しい。チーズの塊みたいな、うん、全然美味しいです。うん、日本人も絶対好きですよ、はい。北京にも1年間いらっしゃったじゃないですか。違いをちょっと話してもらいたいなと。荷物検査があります、中国は。地下鉄に乗るがためにがっつり荷物検査の機械を通さなきゃいけないです。めっちゃ待つんじゃないですか。せっかちな感じなのかもしれないですけど、うんうん、長さも長いし、向こうの人長いみたいな動くまで。大家好，我是德斯，我在台湾的中正纪念堂这边。今天是有一个特别的计划，日本 OL 第一次来台湾，是台湾的早餐。耶，他人在哪里？是啊，尴尬的事情发生，我在楼下等他，他在楼上等。どこかな？哒哒哒哒哒。哦，こんにちは。是，こんにちは。りょうこさんです。はい。こんにちは、よろしくお願いします。りょうこさん、どこ出身ですか？大阪出身です。あ、大阪なんですね、はい。めちゃめちゃ標準語ですよね。あ、そうですね、はい、仕事柄あんまり方言を使うと伝わらなかったので、はい、方言使うと日本人同士ではってなるっていう。あ、外国人が相手だったので。なるほど、はい、何やっとったんですか？今回日本語学校をやっているので、留学生が、はい、そうなんですね、はい、外国人たちはみんな大体標準語を勉強してくるから、そこでイレギュラーなちょっと大阪弁を言ってしまうと。そうです、そうです。でもちょっと行きましょう。はい、お願いします。え、なんか涼子さん今日本語の先生でもある？いや、日本語の先生はしてないです。あれ、はい、スタッフなので。あ、そうなんですね、はい、運営側です。今もそれをやってるんですか？こちらに来て日本語学校のジャオシャンなんだっけ。あ、人呼ぶやつ。それをやりつつ、それもやりつつワンドコンも、はい。え、台湾ってどれぐらいですか？3週間ぐらいですかね。あ、短い。で、すいません、今回すごい申し訳ない。僕が、尊前紀念堂っていう風に言ったら、尊前紀念堂の方に行かれたんですよね、本当に。あ、そうです、そうです。尊前紀念堂3番出口みたいなこと書いてしまったから、本当に尊前紀念堂の方の3番ってどこだろうって感じだったんですね。あ、そうですね、そうですね、はい、申し訳ないです。全然全然全然。あ、ワン&コーって僕だけあるんですか？ワン&コーという名前ではないんですけど、はいはい、同じようにその日本語学校をやってたりとか、はいはいはい、そういう空間、グローバルコミュニティを作る空間があって、なるほど。ここが国内にもあって台湾にも出店してるっていう形なので。なるほど、はい。仕事でちょっとこれ使ったことあります、普通に。あ、本当ですか、ありがとうございます。子供寝た時間ができた、どこで仕事しよう、 あそこ行けばいいじゃん。あ、ここっぽい、ディンユエンドージャンです。作ってる。ちなみになんですけど、朝ごはんで食べます？あんま食べないです。ですよね、はい、ちょっと台湾の人の朝ごはんですが違うなと。見た目的になんかそんな鮮やかじゃないから。あ、なんかこう父ちゃんとかも白いし、確かにこの辺も全部白いパンだし、なんか何が魅力的なんだろうみたいな。確かに。はい、こんにちは。はい、か先頭じゃん。はい、よいか、三品がん、三品じゃたん。ということで、はい、食べましょう。はい、いただきます。三品じゃたん、三品だね、三品先頭じゃん。いただきます。飲みます。うん、美味しい。こういうの日本飲みます？飲まないですね。美味しい。台湾の朝ごはんなんかヘビーっすよね。油っぽいというか油が含まれてるから。なんか今働いてるところって台湾の方もいらっしゃるんですか？確か、はい、います、います。あ、そうです、はい、朝ごはん食べてます？オープン作業とかやってたら途中で、はい、すいません、朝ごはんだけ食べていいですかみたいな感じで。あ、いいよいいよ。あ、ちょっと空いてるぞと。そうそうそう、空いてる時に。時間空いてるぞ。そうそうそう、ま、結構みんな早めに来たりするの。チーズの塊みたいな。確かに。いただきます。うん、美味しい。美味しい。私結構豆腐とかが好きなので、はいはいはい、全然美味しいです。なんかちゃんと味がある。なんかどうじゃん、おもろ。味がないっていうイメージだったので、あ、ちゃんと味がある。ある、はい、台湾来てもう1ヶ月ぐらいですね。なんで最初台湾に行って言われたんですか？そうそう、ずっとまあ国内対応なので誰も海外に出張とか行くメンバーもいなかったんですけど、去年9月に初めてこっちに出張に来て、今年もまた6月に出張に来て、まあでも経験として海外で働くのも絶対ためになると思うから、でも全然成長できるならどこでも大丈夫ですっていうことなので。
本人的にはどうなんですか、楽しそうだなって感じですか、それとも台湾自体は別にマイナスなことはなかったですね。北京に1年間住んでた時もやっぱりこう家の中をどれだけリセットしても汚くなる部分ってあるじゃないですか。ありますね。そういうのはきっとこっちでもあるんだろうなって思ったので、その部分だけめっちゃ心配でした。美味しいと優しい茶碗蒸しだ。うん、日本人も絶対好きですよ。日本人の観光客も多い。めっちゃ多いですね。この以外にもう一個サンダースの中にブーハン工場ってあるんだけど、めちゃめちゃ並ぶんですよ。ディズニーランドかと思えば本当にすげえな。いただきます。うん、おいしい。全然なんかハンバーガーとかよりもこれが美味しい。味ないと思うから、まあ、確かに。でも見た目的にどんな味するんだと思うんですね。あ、美味しい。ね、美味しいですよね。香ばしい、うん、脂っぽくもないしパリパリしてる、うん、見た目よりもさっぱりですね、うん。どうじゃん、どうでしたか。すごい美味しかったです。日本人の人が多い理由も分かりました。あ、はい、確かに。ちょっとおばちゃんもちょっと日本語ができるし。そうそう、でおばちゃん優しいしね。ごちそうさまです。ヨコさんは台湾にいらっしゃる前に、はい、北京にも1年間いらっしゃったじゃないですか。はいはいはい。違いをちょっと話してもらいたいなと。僕行ったことないのでちょっと新鮮。まず言葉が全然違いますね。文法は一緒なんですけど単語が違うので、台湾だったらジェユン、タイオーディティエって言ったりとか、そういう一個一個の違いがあって、なんか急にコミュニケーションが取れなくなるタイミングがあって、あ、これも違うんだという。シシって言われて、ブヨシエとかブケチとかって言うんですけど、はいはい、あのこっちはブホイブホイって言うから。あ、なるほど。なんか地下鉄関連で行くと荷物検査があります、中国は。地下鉄に乗るがために。そうです。こういう感じで、あの日本でいうと、はい、コンサートの時のパッて見るとか、はいはい、甲子園でパッて見るとかそういう感じじゃなくてがっつり荷物検査の機械を通さなきゃいけないです。めっちゃ待つんじゃないですか。でもめっちゃ待つっていう不便さはあんまり感じなかったですけど、逆に安全管理ちゃんとされてるから安心感もありましたけど。確かに。ヨコさん止められたことあります？たまになんか持ってっちゃいけないものとかを持ってる友達は止められてたりとかはしたんかな。持ってっちゃいけないものって何なんですか？いや、それがちょっと私も基準が分からなくて止められる時もありますけど。ナイフとかはダメでしょうね。あ、ダメ。もちろんもちろんもちろんです。まあ安心といえば安心でしょうね。そうですね。まあ日本にしろ台湾にしろ、やっぱその駅とかでのそういう、うん、変な人出たりとか、まあ、しっかり見といた方がいいよねってなりますね。そうですね。なるほどね。あ、それはいいとこかもしれない。ということで来ました。ここは、ちょっと中山駅から5分10分とかですかね、歩いて。あ、そうですね。バンアンドコーです、職場です。今日やってないですね、すみません。そうなんですよ。すみません。いえいえいえ。ということで2つ目、北京、はい、の食べ物と、まあ、台湾の食べ物の違いなんですけど、結構私中華料理って大体辛いと思ってたんですけど、赤いイメージありますね。そう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 。麻婆豆腐とか北京でも、もちろんめちゃめちゃ辛くて、なんか山椒とか、はい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 、そういう、まあ、もちろん唐辛子の辛さもですけど、そういうものがめちゃくちゃ強かったんですよね。そうなんですね。初めはもうそれに慣れるのがめちゃめちゃ大変で、うん、それが好きになってたんですよね。それを期待して私は台湾に来て、また辛いの食べようみたいな、日本じゃあの得られない刺激をまた辛いの食べられると思ってきたら、もう全然あの優しいですね。優しくね。優しい味でしたね。あの辛そうな食べ物がまず売ってないですね。北京の方もまあ辛い、大体辛い、辛さ少なめって言っても辛いです、うん、普通日本人からしたら。で台湾でシャオラーにすると本当に辛くなくなっちゃうので、辛さのレベルが違う、しびれて死にそうみたいな。お水飲んでも治らない。でもそれが好きなんですね。好きになりましたね。もうその痛さが好きになりましたって。そう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 。あとは台湾の人と北京の人で明らかに違うの、うん、歩くスピードとか、はあ、生活のスピードが明らかに違います。北京の人の方がもっと速いですし、スタ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 行く感じがしますし。台湾のスピードスタート。台湾こんな感じ。え、で北京で感じたスピードはこんな感じ。はい、はい、って感じですね。マジっすか。そんなに違います？全然違いますね。確かにね、だから歩くスピードは違うんですね、うん、はい、せっかちな感じなのかもしれないですけど、うんうん、だから道歩いててもクランクションクーって音が北京はすごいよく聞こえます、ね、だってそれはだって日本から台湾に来た人がめっちゃ
押すなっていうふうに言うっていうので、でもそれのさらに上を行く、うん、あ、そうですね、もっとなんかもう押すな、長さも長いし向こうの人長いみたいな動くまで。あと北京はドラッグストアが本当にないんですよ、はい、ドラッグストアがないんですか。なんか大きな街の主要な街に行かないとないし、はい、あ、でも私が行ってたの2017-18なので、はいはい、もしかしたらもう変わってるかもしれないんですけど、台湾だとサツドラ、マツキヨ、ワトソン、はいはい、あとポヤみたいなところとか、北京はワトソンぐらいしかなくて。へえ、じゃあ北京の人たちはその日用的なその例えば風邪薬じゃないですけど、はいはいはい、そういったのとか、あとはちょっとハンドクリームとかを、はいはい、どうするんですか。体内に関わること、はいはい、まあ、もちろん病院に普通に行く、まあまあまあ、まあ、うん、ジョンヤンとか薬のお店側は結構あるので、そういう普通に薬局みたいなお店はいっぱいある。それこそのハンドクリームとか、はいはいはい、歯ブラシとかそういうものをこだわりたいと思ったら結構難しいと思います。それか皆さんアリババのタオバオとかで買うかっていう感じですね。気候的にはどうなんですか。それも全然違います、はい、夏はやっぱりこんな感じで暑いんですけど、はい、北京は暑くてもカラッとしてる。冬も私はまだ冬を過ごしてないですけど、うんうん、聞いてるとこっちは湿度がとても高いから、はい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 、温度がそんなに低くなくても結構まとわりつく寒さみたいなことを言って、服着ても意味ない寒さは。あ、北京はもうそもそも温度がめっちゃ寒くない、マイナスとかも普通に行きますし、しかも乾燥してるので風が当たるともう頬が痛くて痛くて、みんなマスクして完全防御で外に出ますね。北海道と一緒で、はい、北京も家の中にこう、はいはい、ヒーターのシステムがすごい、地熱みたいなの、トイレにもちゃんとそういうヒーターがあるので、なんかこう日本ってお風呂入った後、はい、めっちゃ寒いじゃないですか。寒い、もう凍えて行ってこたつ入るみたいな、そういう感じはなかったです。北京はシャワー室の中があったかい、暖房システムがしっかりしてる。しっかりします。それぞれの、まあ、台湾のまだ1ヶ月ですけど、はい、ここ好きだわみたいなとこあります。Uバイク、それはないですか。北京の方には、北京ありましたけど、台湾の Uバイクって30分無料ですけど、はい、それで多分皆さんルールをちゃんと守ってると思うんですけど、なんかあんまり Uバイクが転がってるってない、それがめっちゃ好きで、逆に北京とかだと本当にいろんな会社のシェアバイクがあって、あんまりルール守らない、ルールを守らせるようなルールになってない、台湾みたいに。なのでこう結構いろんなところに自転車が置かれてたりとか、 Uバイクはすごい使いやすい。そこが台湾好き。めっちゃ細かいです。逆に北京のここ好きってありますか。辛い料理が好きでしたね。何が一番美味しかったですか。北京カオヤ。やっぱ北京ダックって北京でたくさんあるんですか。そういう店は普通庶民的な北京ダック屋さんもあるんですよ。へえ、はい、うん、で大学の前にあって、でやっぱり高いところもあるんですけど、うんうん、それ庶民的なところでも美味しいし、それがもう最高でしたね。ちょっとそんな感じで面白かったなということで、はい、僕はもう15年6年ぐらい台湾にいますが、うん、全くもって中国のこと知らなすぎるっていう。ぜひ行ってみてください、はい、そう、はい、行ってみたいですね。ということでした。はい、またね。はい、じゃあね。